日常生活で欲望に駆られて、我慢できないことがあります。我慢できない気持ちを抑えられなくなったときはどうすればいいのでしょうか。まあこういったときはいろいろあると思うんですが、まあ一概には言えないですね。その欲望というか欲求のですね、タイプによるんでね。で、その欲求が強い場合は、その今の10の欲求をそのまま我慢するのは辛いので、10の欲求を9とか8とかにちょっと減らしてって満たしていく、段階的にそれを抑制していくっていう考え方をする方がいいと思います。というのは、まあ人の欲求っていうのは1回2回の行為によってできた習慣じゃなくて、繰り返し繰り返しずっとやってきたことを、生まれつきっていうか生まれながらにそういうのがまあ欲求として出てくることが普通なんで、急に全部変えるっていうのは難しいんですね。しかし努力してると少しずつは変わるってことで、一足飛びに自分の欲望を全て取り除こうって考えるんじゃなくて、段階的に段階的にやっていこうっていうふうにやるといいんじゃないかなと思います。例えば食べ過ぎとかですね、タバコとかですね、お酒とかですね、アルコールとか、まあ、そういったものがあったら、急にやめられないんだったら段階的にやっていくっていうことですね。あとはですね、そのこれ意思の訓練ですね。意思の訓練っていうのは、そう焦らず怠まず、いや、できるとこから始めてそれを伸ばしていくっていう方法が一つっていうことですね。あと二つ目はですね、その他人と協力しながらっていうのはあると思います。何かいろいろやりにくいことでも一緒になってやる仲間があるとやりやすいっていうのは、仏道修行においても三我という概念が仏道修行者の集いとして規定されているように、一人で修行するよりみんなで修行した方が、その切磋琢磨ができるというか、一人の意思を補ってみんなで意思をこう強化できるっていうんですか、まあ学校でも学校の勉強でも、まあ勉強でも、それから芸術でも、それから武術でもですね、学校や塾や道場ってものがあるように、そういった集いによる意思のこう一人一人の意思を補っていくっていうのはあると思うんですよね。だからまあ自分だけの意思の力に頼らずに、他人と協力し合いながらっていうのも一つ、自分のその習慣を変えていく力の一つになるか、助けの一つになるかな、まあそういうふうに思います。自分の意思の力をですね補う、我慢を補う方法でいろいろあると思いますけどね。まあ卑近な例というか、あんまり重要じゃないかもしれませんけど、欧米に何ていうのかな、クリスマス貯金っていうのかな、そういうなんかプログラムがあって、ちょっと名前は正確じゃないんですけど、今からクリスマスまでにその貯金をしましょうと。で、その時そこまで貯金をそのした人にはちょっとした利子をつけます。でも大した利子じゃないんですよね。で他の条件としては、クリスマスの前に下ろされたら相当損する、そういった貯金なんですね。これ変な貯金ですよね。だけどアメリカではクリスマスの時にそのお父さんお母さんお金を貯めといて子供にたくさんおもちゃを買ってあげるとか、そういう習わしになっていてですね、しかし自分ではお金を貯めるってことがなかなかしにくいわけですね。そういったところを見て取った、まあ、ある銀行家がですね、クリスマス貯金というですね、クリスマス前に出したら罰金だけど、クリスマスの後だったら利子がつくけど大してつかないという、なんか銀行にとってはそれが人気が出ればもうとにかく言うことなしのですね、銀行の都合ばっか考えてるような商品をこう出したんですが、結果はもう大人気だったんですよね。みんな自分でやるのが辛いので銀行に人質に取ってもらえばってことで、まあ結局なんていうかな、銀行にから意思の力を買ったんですよね。まあそういったことをやります。だからまあそれを応用すると、例えばダイエットの時とか2人でやって、でダイエットを先に挫折したものが3万円を払うとかね、そういうなんか痛みを自分にで設定するっていうのは、これは他との関係じゃないとなかなかできないんですけれども、そういった方法はあるのかなと思います。まああとですね、最近の医学においてはタバコとかアルコールとかそういうものになってくると、要するにタバコを吸うと気持ち悪くなる、そういった薬物とかそういったものを使ってですね、意思の力を補おうとしてるんですよね。
まあそんな感じでですね、まあどんな方法もあるんですが、自分一人でやる場合は段階的にってことで、それからもう一つ自分の意思を補充する他人と助け合いながらって、そういったことが人間の意思のこう強化のためには、とか何か目的のために我慢しなきゃいけない時には、まああるのかなっていうふうに思います。